ゆうとび、本日の動画こちらにございます。大阪メトロ中央線沿いの有名ジャンクション全部撮れるまで帰れまてん。ということで早速撮っていいでしょう。はい、ということで本日は現在ゆうとびですね、大阪中央線大阪港駅までやってきてみたんですけども、今回はですね皆さん、この電車中央線沿いにあるジャンクション、有名なジャンクションがめちゃくちゃいっぱいありまして、それを全部取って帰るまで帰れませんということでやっていきたいなと思います。大阪メトロ中央線はですね、あの大阪を東西にこうバーッと伸びる、大阪湾の方からもう奈良の方までね伸びてる電車なんですけども、この中央線のですねちょうど上にですね、あの阪神高速が走ってるんですよ。阪神高速、ほんでまたその阪神高速にね、いろんなね高速道路がね連結しているということで、めちゃめちゃ立派なジャンクションがもう、いっぱいね並んでおりますと。ほんで見てください、こちら最強の魔法カード手に入れました、1日乗車券。これちょっとね、あの先あの早速買ってみたんですけどもね、平日は謎に土曜日より高い820円だったんですが、これさえね買っておけばこの大阪メトロ1日乗り放題ということで、今回ねあの何駅も降りて写真をね撮ろうと思ってるので、これ買った方が絶対に安い、実質無料でございます、今日の撮影は。ということで今回の撮影もですね、この1月皆さんね被写体スポットに困ってる方、ジャンクションはねいつ行っても綺麗にね撮れますので、ぜひご参考にください。そしてね撮影ポイントに関しても、今回はね三脚を使ったり F 値をめちゃめちゃ大きくしたり、最近の撮影結構あの F 値小さくして撮ってること多かったですが、 F 値大きくしてもめちゃめちゃね面白い表現できるので、ぜひぜひ撮り方の部分もご参考にしてくださいませ。ということでまずはですね、これ今、降り立ちました大阪港駅、このあのねもう目の前にこんなイルミネーション青と白でねなってる通り、あの海遊館がめっちゃ近くにあったりとか、ほんであの海遊館横にもねあの天保山の観覧車があったりとか、ほんであのもうちょっと海沿いに行ったらねダイヤモンドポイントを言うてめちゃめちゃ綺麗な夕焼けスポット、一回ケイスケさんと行ったところですね、そんなところがあったりとかするんですが、今回はその海沿いじゃなくて完全にね逆サイド、そちら側に行ったらねあのめっちゃねいいジャンクションがございますんで、そこに目指していきましょう早速。あもうあれか、めっちゃ近いやん、めっちゃ近いでみんな。今日回るジャンクション全部駅から徒歩5分圏内とかで行けるので、非常にアクセス良好、楽していい写真が撮れる貴重なスポットですね。え今日ねあのもともとさあの野鳥撮影行こうと思ったんですよ、野鳥撮影。急にねあの昨日からなんかスワンプが思いっきり野鳥ブームやってきまして、みんなが野鳥の写真をねポン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 投稿してきたので、いやゆうとびも負けてられへんということでね、あの野鳥撮りに行こうとしてたんですけども、天気悪すぎた、朝から雨降ってきたので、もう夜までね待機して、雨降った日はもう夜景しかないでしょうということでやってまいりました。おおここかここか、コケコッコ、おお初めて来たけどなんかこの辺もええ感じやで。ただですねこのね、大阪港ジャンクション見て、こう上から見たらねめっちゃこう丸くメガネみたいになってるんですよね、メガネみたいに。だからその曲線のところを撮りたい、ほんでまたそこが有名なんでそこ探したいところ、どこやろな。よっしゃたどり着きましたよ皆さん、ここやな、ここ円になってる部分で、これ2つあるんですが、このね海側の方です、海側の方。ほんでここのさ、ここのさ多分これこの階段上がる臭いぞ、この階段をちょっと上がると若干怖い、若干怖い、怖いぞ怖いぞ。いやもうこんなとこでカメラ落とした最悪やで。おおなるほど、おお怖い怖い怖い、普通に怖い。おお到着しました皆さん、これが大阪港ジャンクション、上までぐるっと綺麗に円になってる、真下にやってこれた。っていうかこれ10ミリ必要じゃね、おい15ミリじゃ全然足りへんやんけ、これ魚眼レンズ散財やんけんやんこれ。いやでもキヤノンには12、10ミリという紙レンズがこの前出たから、あれを買ってまたここに来れば実質無料になるのか。ということで一旦帰ります。違うあかんかんかん、こんな理由で買ってたらお金いくらあっても足りないんでね、買っていきましょう。ということでちょっと構図に関しては、縦構図にしたら多分この上も入るから、この縦構図で上も入れて、ほんでビャンと曲線で奥に伸びてるここの街灯はウニウニさせます、ウニウニ。こういうですね夜景撮りに行った時のこういう街灯は F 値をね
こう大きくしてあげるとウニュニーってなってくるんですね。なのでこれで一つアクセント入れる。ほんでこの下の船も申し訳程度に入れましょう。ここの手すりがちょっと若干ね難しいですが、なんかこれ以上前に行きたくなりまして怖い。ほんで F 値大きくしてね、 ISO も下げてシャッタースピードをね遅くして撮ろうと思ってたんですけども、これ船が海の上に浮かんでるんでシャッタースピード遅くするとね絶対ブレるんですよこれ。なのでもうシャッタースピードを速くするために ISO をちょっと上げましょう。それちょっと後でもう軽くもう一回説明します。一旦三脚なしで手持ちで夜景狙っていきます。で設定していきます。今回は手持ちでウニウニさせたいというこの2つの欲望を叶えていきます。マニュアルでですね、まず F 値を9まで上げます。 F 値を大きくすればするほどああいうガイドがウニウニするけども、絞りのねこの穴がキキュッとね閉まってしまうので光を取り込めないと。で本来やったらシャッタースピードをめっちゃこうやって遅くすればね取れるんですが、今回三脚置くのも怖い、シャッタースピードもねこうやって遅くしたくないので 0.5 秒にします。手持ちでギリ手ぶれしないスピードですねこれで。ほんでそれだけやっても暗すぎるので ISO を6400までめちゃめちゃ上げると。これで手持ちで手ぶれしない船が動いてるけど被写体ぶれしない F 値を大きくしてウニウニさせれる、でもノイズが乗るという感じでございますが、ノイズは後でライトルームの AI ノイズ除去で排除していきましょう。ということでこの設定で撮っていきましょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、まずは縦構図で撮りました。縦構図奥の街灯がちょっとこうウニウニしてて、ほんで上からギュワンとこう伸びるね、これ何でした、大阪港ジャンクションですね。このジャンクションらしい曲線で航空感を出せてるといった写真でございますと。ただなんか若干この下の船がなんか下の方に入りすぎてたりとか、ちょっとこうバランス感がよろしくないなということで、若干場所を移動して横構図で撮った写真がこんな感じの写真でございます。こっちの方がまだいいような気がする。ちょうど左上と右上の角にこのウニウニがねジャスト入るようにしたりとか、あと左下にもね船が入るようにしたりとか、うまくねこの四隅の収まりはこっちの方が綺麗かなと。いやまあでもまあ正直10ミリが欲しい、10ミリが欲しかった。ここはこの15ミリでもねもうよっぽど広角レンズなんですけども、いや初めて15ミリ以上の焦点距離が欲しいなと思ってしまう撮影になってしまって、どないしようっていう感じでございます。10ミリ欲しいけどな、高いからな。いやロマンあふれるレンズを出されてしまって非常に困りますが、また次ね、もう西の大阪の一番ね有名と言っても過言ではない、いや日本で一番ここのジャンクション綺麗なんじゃないかなと言わんばかりのねジャンクションございますので、そこを目指していきましょう。ということで次、さあということで次向かっていきましょう。これもう、ね、無敵の剣ありますんでね、乗り放題なんか不法になった気分。続いて向かうのがここの阿波駅です。阿波駅ここもすごいんですよ。でこの今ある大阪港からもう一駅行った先のこのコスモスクエア、ここもねコスモタワーっていうめちゃめちゃ綺麗なビルがあるんで、ここもおすすめですね。この辺おすすめですね。ほんで乗っていきましょう。はい、ということで到着しました阿波駅。いや満員電車すぎた、満員電車すぎた。ほんでですねこの確か8番出口やったと思うんやけどな、一旦8番出口から出てみたいなと思います。はい、ということでやってまいりました阿波ジャンクションです。阿波ジャンクションやばー、やっぱこれ久しぶりに来たけどすごいな、相変わらずここ。結局3番出口から出たけども4番出口がこの場所一番近かったけども、どの角度からとっても綺麗なんで適当な出口で出てください皆さん。いやすごいな阿波ジャンクション、阪神高速道路16号大阪高線のジャンクションだみたいで、そうでして神戸線からこのね大阪高線阪神高速に連結するこのジャンクションみたいでございますね。うん、それにしてもどの道がどの道なんでしょうかよくわかりませんが、なんかこのどっかのカーブが昔に阿波座カーブって言われてて、なんかめっちゃ事故多かったからそれを一車線に減らしたら事故が減ったみたいなカーブがあるみたいやけどもどれかわからん。ということでここ普通にシンプルにね横構図超広角で撮るのがね一番まあ有名っちゃ有名なんですが、いやゆーとびーねもうここにも3回目ぐらいでしょうか、ちょっと変わった写真を撮っていきたいなと思います。成長したゆーとびーの姿をアワザジャンクションへお見せしたい、久しぶりアワザー。でこのねちょっとね
戻ります戻ります。いや、ゆうとびの動画ではね、いつもあの前景中景背景の3段活用が重要や重要や言うておりますが、今回は前景に着目します。前景背景もね、あのもう何もね入れれないので前景をね考えますと、でその結果ね、このあの上にまず街灯が2つありますね。具2つ、この2つを左上右上の角に収めると。ほんで、前回の動画でもね、気づきました、ゆうとびこの自転車マーク、これも非常にね一つアクセントになるねポイントです。ほんでプラスね、ここのねあのジャンクション取るとき、シャッタースピード遅くして、このね車のライン入れるあるあるなんですが、この一番手前をね走るここの車のラインをこう自分がちょっとしゃがんで取ってあげると、結構ねあの高い位置にね入ってくれるんですよ。ほら この辺にビャッとね大きく入ってくれるんですね。なのでこの車のレーザービームの入れ方に関してもちょっとねダイナミックに入れていきたいなと思います。でかつちょうどさ、ここさあの左に曲がる車がね多いんで、左に曲がっていく車が多いので、ウインカーのあのカチカチ黄色つくんですよ。それも入れてあげるとまた面白いと思いますんで、ちょっと今回はこの前景のね車のレーザービームとか、この自転車とか、この街灯ニューニとかを入れて撮っていきたいなと思います。で今回は三脚使っていきましょう。で設定していきます。今回はですね、 F 値はさっきと同じく9、これで上の街灯をウニウニさせる。ほんで、さっきと違うのはここからですね、シャッタースピードを10秒にします。10秒、今回はもうねこれ三脚使える場所なので、シャッタースピードを10秒まで遅くして、ほんでかつ ISO も100まで下げれると、この設定で撮っていきます。ほんでかつね、あの三脚使って長秒旅行で撮るときはレンズとかボディについてる手ブレ補正はオフにして、ほんでリモコンつなげて撮るか、セルフタイマー2秒ですね。セルフタイマー2秒、あのピピピピピピピパシャーってやってくれることで、シャッターを押した時の振動でブレないという、そんなやり方がございますので、セルフタイマー2秒で撮っていきましょう。ということで、あとはちょっとまあ横断歩道でね、あの邪魔にならないようにタイミング見て、ちょっと今ちょっと避けとこう、タイミング見て撮っていきましょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、縦構図 15mm 超広角で撮りました。上にウニウニ入れて、ホンデジャンクションごちゃごちゃっと入れて、そして車のレーザービームもね、この青と赤と黄色と3色入れて、ホンデまた下にもこの自転車マーク入れてみたいな、ただただジャンクションだけ撮るんじゃなくて、その他の要素をねいっぱい散りばめて、うまくね、バランス感が取れてるんじゃないかなと思います。知らんけど、この淡田ジャンクションもね、ほんまにもうあの駅から出てほんまに真上、もうほんま一瞬で着くので、ぜひぜひあの電車で来てみてください。このあの1日乗車券マジで最強です。でここのねあのジャンクション夜景、いろんな色の街灯があって、めちゃくちゃこうねあのいろんな部分色かぶりしてるんですよ。色かぶり、光がね混ざりすぎてなかなかね現像難しいんですが、今ちょっとあの元の写真載せたと思うんですが、いかにこうねあの必要のない光の彩度を落としつつ、このジャンクション部分のねメタリックな感じを出すように意識したりとか、写真撮った時点ではねこのオレンジの光が強すぎてねオレンジっぽくなってしまうんですが、なるべくこう感触より、ね、冷たい印象にしたらサイバーチックな、ね、写真になりますので、まあ、ちょっとあのそんな感じで、ね、ジャンクションを取りに行くときは現像も意識していきましょう。ということで次、はい、ということで次なんですけど、ちょっとさあのちょっと一瞬時間ください皆さん。めちゃくちゃいい場所にローソンあるやん。ローソンローソンローソン、いやこのローソンでね今あのゆうとびのオリジナルステッカー印刷できるんですよ。ちょっとそれだけさせて、それだけさせて、できた、めっちゃ可愛いやん、めっちゃ簡単にできた。ほんでシールプリントで印刷できました、やった、やっと手に入れたスワンプのステッカー。いやね、スワンプのメンバーの一人が作ってくれたんですよ。これこの謎キャラ自体はあのゆうとびが今回のためにもう一度書き直して、ほんでこのデザインはやってくれたんです。めっちゃ可愛い、実質無料ステッカーもございます。実質無料ステッカーで、こっちはですねあのゆうとびあのあそこに貼ろうと思ってます。この iPhone のこの丸いところ、そうだよ絶対これジャストミートやろ、これこれ帰って貼ろう、やったー。ぜひあの皆さんあのスワンプなんかいろいろ面白いことやっておりますんで、ステッカーもねあのこうやって印刷できますんで、ぜひお越しやつ。ということで次またちょっと撮っていきましょう。はい、ということでもう一枚ここで撮っていきましょう。さっき折ったのが向こうサイドだったんですが、ちょっと一つ渡ってきまして、このジャンクションをこのこっちから撮っていきますと、ほんでまたここだけ撮ってもあれなんで、なんか他になんかおもろいのないかなということでね、こんな看板見たりとかいろいろね探しておりました。でその中でゆうとびが着目したのがこの信号機ですね。信号機いっぱいあるじゃないですか、この信号信号信号、このこんな近くにもね信号ってあると思うんですが、この信号とジャンクションがちょうど前景と中景背景にねこう収まる場所を探した結果、ここの信号の背景にね
ちょうど入れれたので、この信号をねちょっとメインで考えて撮っていきます。次はほんでさっきはね超広角でちょっと広大にね撮ってたんですが、次はですね 28mm で撮ります。 28mm ちょっとだけねズームすることでですね圧縮効果が効いて、背景のねこのジャンクションがグワンとね手前にね来てる感、ほんでここまたね左に曲がっていく車がこうやってありますんで、あ今の撮っとけばよかったかもしれませんがね、この左に曲がっていく車のレーザービームをまた入れると、あ信号無視ですねこの人ということで、またちょっとねこうしゃがんで手前のレーザービームがねあえてちょっと高い位置に入るようにこうやってしゃがんで、ほんでちょっとだけズームにして圧縮効果効かせてジャンクションのこのダイナミックな感じ演出していきたいなと思います。ということでここ縦構図で撮っていきましょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、これはこれでまたいい感じの写真になりまして、ジャンクション夜景ね割とこう初めからあの 10mm とか 15mm とか広角でね撮ることがね結構あのおすすめではあるんですけども、あえてちょっとだけねあの標準域ぐらいにするだけでねグワンとこう迫ってくる感、この圧縮効果とあのジャンクションとの相性もいいなと思いました。でこの信号ってねあの無限にあるんですが、意外とねあの被写体に選んであげると割と映えるので、信号をね被写体にするのも結構おすすめでございます。なんでやろうな、多分なんか普段生活してても無限にありすぎてあんまりねこう着目して見ないと思うんですが、あえてこう作品っぽくね綺麗に写してあげると、おすごってなる、そのギャップなんだと思います。知らんけど言うてイルミネーションみたいなもんなんでね。これほんでまたね手前のこの車のねレーザービームちょっと下にカメラを構えることで、で一番手前の近いね車を選んであげると、この位置にねレーザービームを入れることができるので、このカメラの場所と車との距離感とぜひご参考にしてくださいませ。ただちょっとあの車とね近いのであのぜひなるとお気をつけくださいませ皆さん。ということで最後ですね、またちょっとこの一日乗車券使って、これまたね関西で非常に非常に有名なジャンクション夜景、次は上から見下ろしていきたいなと思いますので、ゆうとみのチャンネルでも初めてちゃうかな、多分早速向かっていきたいなと思います。ということで次、はい、ということで続いてはですねこっちですね、長田方面です。長田方面バババババーっともう端っこまで行きます。端っこまで、はい、着きました長田駅。いやほんまにあのもう一駅先の荒本まで行きたかったんですけども、このチケットがあの長田までのチケットだったので、さすがにあの一駅分ぐらい歩きます。あのもちろん歩きます、歩かせていただきます、喜んで。お、でもまさにこのジャンクションを今から上から狙います。上から、いやこのジャンクションをね上から撮るってどういうこっちゃというところなんですが、もうヘリでも飛ばすんかというところですが、あのゆうとびそんなヘリコプターなんでね乗れるわけございませんね。こんなね乗車券買ってるぐらいなんで、ここ行くんですよ、ここ東大阪市役所のねあの22階に展望ロビーっていうのがあるんですよ。展望ロビー、市役所やで、市役所にまさかの展望ロビーがあって、しかも無料で入れて、しかもね22階なんで結構上まで上がれて、でちょうどこのね東大阪ジャンクションが上から見下ろせる場所があると、これまたねもう大阪のジャンクション夜景のね非常に有名スポットなので、ちょっとその市役所の展望ロビーまで上がっていきたいなと思っております。今やってるよな、一応なんか朝の9時から21時までそんな遅くまでやってねって感じだけども、21時までやってるらしいんで、で入場無料なんでね、いやさすがに空いててくれよ、頼むで、ここまで頑張ってきたで。お、見えた、これやな、これの上に登るんやないから、いやめちゃくちゃ別に何の変哲もない建物やけど、ここからそんな目きれい見えるんか。ほやんな、入れんの、まずそもそも入るぞ。あでもなんかやってそう、入れます、入ってる、開いてないやん。ええどういうこと、ほらこれやで、クローズ23時。ちょっと待って、分からん、無料開放書いとるけどな。あ、夜間受付って書いてるぞ、あっこ。こっち、こんなとこ入っていいん。これほら、夜間受付通用口、こんなとこ入っていい。あ、出てきはる人、あ、すいません、ありがとうございます。はい、ちょっとぞ。ドアが閉まります。22階です。あ、すげえ、フォトスポット書いて、おお、ここですか。はい、ということで到着しました、東大阪ジャンクション。めっちゃ綺麗な、かっこいい、こんなところから撮ってるんやな。
みんな。ということで、一応三脚も OK なんですが、あんまりこうね、他の人の邪魔にならないようにとか、長時間場所取りすぎないようにとか、注意してくださいとのことは、ホームページに書いておりました。今日は一旦、ユートビー以外誰もいません。で、構図、これ、奥の、一番奥にね、アベノハルカス見えてるんで、まあ、あれをちょうど真ん中に入れつつ、手前も入れつつって感じでいきましょう。で、三脚立てて、長秒録音。今回はね、もう30秒で撮ります。30秒。今日多分土平日なんで、車の通りが少ないんで、何枚か撮っても後で比較名合成しようかなとも思っておりますが、果たしてどうなることやら。あとはね、こういう忍者レフっていうね、こういう製品があるんですよ。こういう製品。窓越しでレビューしていくスタイルです。窓越しでレビュー。こういう黒い膜をね、こう1枚こうレンズに入れるだけで、この窓ガラスの反射がなくなるっていう商品をつけて撮っていきたいなと思います。はい、ということで無事撮ることができました。よかった。夜間入り口から入ったらいけるので、皆さんもぜひ。なんでただジャンクション側以外のね、方を撮ってしまうとね、ちょっとプライバシーの関係でね、やっぱ下に住んでる人はちょっと嫌じゃないですか、撮られるの。なのでジャンクション側は撮影できるみたいなので、ぜひ夜にもお越しくださいませ。で、今上がってる写真がね、比較名合成してるかどうか分かりませんが、とにかくこの車のね、走ってるライン、これがねちゃんとこうね映ってるタイミングを狙ってシャッターを切りました。ほんで真ん中に申し訳程度にアベノハルカス入れて、若干のバランス感は取れてるんじゃないかなと思います。まあ、ただまあほんまにもう角の窓ガラスから狙うしかないので、なかなかまあこの構図というか構図自体で差別化するのは難しいですが、まあ現像でちょっとね、人それぞれ色味が違ってみんないいみたいな状況になるんじゃないかなと思いました。ということで、もう全部ジャンクション取れたので終わります。ということで、本日は大阪メトロ中央線沿いの、ねジャンクション夜景をね撮ってみたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。1月はねもう咲く花もなければ、イルミネーションもちょっとなんか季節を終えてしまったりとかで、なかなかね被写体がございませんが、夜景はねもういつ見ても綺麗でございますんで、ぜひその夜景の中でもちょっとねこういう道路の奥行き感、ラインが綺麗なジャンクション夜景、ぜひ行ってみてくださいませ。いや、とりあえず今日思ったことは、10ミリのレンズが欲しい。10ミリやったらまたさ、今まで撮れへんかったようなもうありえないね表現ができると思うので、いやー超広角、15ミリより広角の超超広角、いつか、デビューしてみたいものでございます。いや、ただユートビにはもう R5M2 に散財しないとダメなね、ここのちょっと貯金を絶対置いとかなダメなんで、2台買うんでね絶対もう来たら。いや、最近また噂で R5M2 より先に R1が出るんちゃうかという噂も出てて、そうなってくると R1 もさすがにちょっと早く使ってみたいもんな、キヤノンの一番トップ機。ほんでまた α1 の M2 もさ、もうそろそろちゃうんかとか勝手に思ってるんですけども、今欲しいものがボディで、しかもそのボディがめっちゃ高そうなボディばっかりからやばい。ちょっと一旦レンズへの散財はちょっとこの辺で押さえとかないとダメなような気がしておりますので、まあ、とりあえずもう万全の状態で待っておりますので、キヤノンさん EOS R5 M2R1 いろいろお出しください、お願いします、待ってます。ということで、もう喋ることないので帰りたいなと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録なりどうぞよろしくお願いいたします。目指せ15万人、15万人頑張ります。さよなら、バイバイ。